なんか店の外やみすぎない暗闇に住まれてない、なんか異空間にワープしちゃったのかな。普通に真っ昼間のはずなんだけど。さあポケモンスカーレット実況プレイね、今日も続きやっていきますけど、ジムリーダー青木戦、ネッコアラ対ヒトコッコロだね。ここのジムバトルはあれなんだな、観客ゼロなんだね一応宝食堂のねお客さんはいるんだけど、全然なんか自分の飯に集中してるからさ、一応板前さんがちらっと見てはくれてるな。まあオーディエンスゼロですが、やっていきますか。青木ね、青木3体編成なんだね。思ったより少ないな、4体ぐらいは使ってくるかなって思ったんだけど、まあヒトコッコロちゃんでね、やりたいことは変わらないですよ。ドークビッシュドクビジ2回巻きたいな、できれば。どう、あ、相手の方が、あー出た、あくびか、寝ちゃうね。まあ、1回は負けるよね。次ももう1回負けるかな。なるほどね、相手も眠らせてくるんだな、ネッコアラな。うん、もう1回巻きましょう。あ、おっ、あくび連発、それ意味あんの、青木さん青木さん、うん、いいね。でもこれで寝ちゃうよね、寝ちゃうよね。起こす寝てる人こっこれかわいすぎじゃないかわいすぎるでしょ、ちょっと反省してほしいレベルなんだが。まあちょっと起こすわ。でもこれあれだね、このステータス以上直す系、俺拾うことしかしてなくて店で買ってなかったんだけど、氷直しとかね、凍らせてくる敵と戦うときちょっと少ないよね、これだとね。買っといた方がいいだろうな。眠気覚ましは十分あるかな。ちょっと起こしましょう。朝だよ、すがすがしい朝ですよ。うん、でまたあくび、あ、叩きつけるか、ぐわうわ効くな。ゴツゴツネットね、ゴツゴツネットね、いいですよね。めっちゃ普通に殴ってくるんだね、ネッコアラね叩きつけるか、命中はね低めの技ではあるんだけど、避けられるかな。あー、自己再生、そう、自己再生結構使う機会多そうだなと思ってあれなんだよね、あの使用上限数 PP 値伸ばしといたんだよね。相手の方が早かったもんね、相手の方が早かったし、叩きつける当てられると一回自己再生してたとしてもダメだよね。ラストシュート打つか、一発なんか命中80だからな。いや、ちょっとラストシュートやってみよう。あー出た、あーダメだダメだ、普通にあ、でも自分がやられてもゴツゴツメット、ゴツゴツメットいいんじゃね、なかなかいいよね。あー、やりおるね。でもうちあれなんだよね、絶対眠らないウーマンいるんだよねここかな、やさぐれオイル眠り状態にはならないから、絶対眠り、絶対眠りマン VS 絶対眠らないウーマン、やさぐれオイルゴー。おー、かっこいい、でかいね、こう見るとなんかでかくない？確かにね、サイズでっかいのよ、マックスじゃないけどかなり大きめだねみたいな言われた。捕まえるときそんなに感じなかったんだけどね、周りみんなルガルガンだったからかもしれんが。うん、行ってみますか。でね、やさぐれオイルはね、ちょっと期待してるのはこの技で、起死回生、格闘技なんだけどね、自分の HP が少ないほど技の威力が上がるから、今じゃないんだよな、多分使いどころとしてはな。あー、影分身とかしとく、影分身、あ、出た、不意打ち、不意打ち持ってんだ。あー、なるほどね、影分身、叩きつけるはね、命中低いからより当たらなくなるべ。もう一回いっちゃおっか、どう。あー、あー、普通にやってたらこっちの方が先手取れそう、不意打ちはそうだよね。あ、出た、よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない、影分身2回ぐらいで、じゃああれしてやるか、勘弁してやろうか。岩なだれ、両ひるみ技だからうーん、
不意打ちされそうな気もする。あ、不意打ちしてくるね。結構重いな、そして。うん。うわ、こっちの攻撃が当たんないのかい。90だからな。あー、でもまだ起死回生じゃないよね。噛みつく。あー、いや、めっちゃ不意打ちしてくる。あ、でも、いいよ、いいよ。頑張れ、噛みつく。そうか、あー。あと一発ね。岩なだれ当てられれば倒せそうだね。これで頼む。やっぱ不意打ち打ってくるね。よしよし。起死回生いいな。起死回生じゃないや。影分身いいな。よし、岩なだれやったぜ。急所にも当たった。うん。やさぐれ強いね。やさぐれいい感じ。イエーイ。ノコこっちか。まあ、影分身2回使ったからね。ちょっとここで変えるのももったいないけど。でも3体編成中2体目でしょ？副将戦ってことだよね。こっちも副将で。行っておいで、豚ポポン。これがうちの副将よ。ノコこっち。あの、モンスターボールの投げ方かっこいいね。横手投げでね。青木さん。おーし、もう毒よ。うん。ノコこっちは普通にね、受けるよね。毒ダメージ。で、豚ポポンね、ちょっとやりたいことあって、新しい技覚えさせてんのよ。トリックね。トリックは相手の隙をついて自分と相手の持ち物を交換する。相手に持たせたいね、道具を今持たせてる。ふたぼぼに。ちょっと使ってみようか。トリック。これもエスパー技だからね。お、あ、先手取れますね。トリック。こういう、ああ、こういう演出なんだ。お互いの道具を入れ替えた。うん。そう、黒いヘドロ。あ、なんだ、ヘビニラミ。ヘビニラミ、うわー、麻痺か。麻痺やだね。そうか、黒いヘドロはそう、毒タイプ以外が持ってるとダメージだよね。あーあー、まあまあまあいいんじゃないですか。結構ウパヤマさんも食らってたもんな。これを相手に持たせるのはありだよなって思ってね。麻痺か、麻痺か。ノココッチどういう技使ってくるかな。ノココッチってあれだね、あんま俺気づいてなかったけど、ノコッチの進化系だね。進化してるな。あ、なんか伸びてるね。なんか伸びてるね。俺が知ってるうちのリウスより長い気がする。一玉増えてる感じすんね。どうすっかな。麻痺回復させたいね。麻痺やだな。人心がな、特性で絶対麻痺らないマンなんだよな。麻痺じゃなければこっち先手取れるはずだから、麻痺直します。おお、しびれが取れた。うん、いいね、跳躍。お、ハイパードリル、何、ガーやろー。おお、耐えた。ブタボボー、ブタボボー、ありがとう、ありがとう。だけど大ピンチは、大ピンチは大ピンチだな。まあこれずっと満タンの薬を使い続ければ勝てるんだけどな。でもダメか。多分一発でやられるよね、ハイパードリル食らったらね。いやー、でも怪しい光かな。怪しい光かな。怪しい光で混乱させて自分を攻撃してもらうの。厳しいな、うちの副将。超厳しい戦い。まあでも怪しい光しかないと思う。うん、混乱はさせられますもんね、これでね。で、で、ハイパードリル、ハイパードリル使ってくるだろうな。お、やった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 。やったやった、やった。うん、いやー、これこれ、あれ、いける、いける、これいけんじゃないの、これいける、あ、いける、いける、いける、これはいったよ、サイコショック。あ、いける、よっしゃよっしゃ、神、神、うちの副将神、やっぱムクホーク。まあ変えます。まあここは変えます。お疲れ、お疲れ。ムクホーク、でもあれだよね、むっくりポンだよね。効かないな、毒菱がな、せっかく撒いたのに。
飛行タイプだよな。まあここはゴーストタイプのどっちかだね。どっちかな。ふわふわくんはね、あの技見てもらうと分かる通り割と最後の手段だから最後の手榴弾だから。ハンニバル行こうか。ハンニバルゴー。ちょっと使ってみたかったんだよね、ハンニバル。行け、ハンニバル。うん、タイマーボールのね、演出かっこいいよね。上司に詰められるよりかは、まだまだ余裕がありますね。上司誰なんだろうな。ムクホーク。うわー、かっけーな。あ、威嚇だったかもね。かっこよくなるね、ムックリポンね。あんな可愛かったのにな。ふん。イケメン。ちょっと髪型がネルケンに似てないそんなことないか。あー、テラスタイプ使うけど、でもノーマル技だとハンニバルは無効だから、どうなんだろうね。テラスタイプ使わないかな。どういう動きになるだろう。まあ、ちょっと影分身とかやりますか影分身好き。なかなかやりますね。負けそうですよ、まあ、最後の一体であるもんね。あ、こら青木さん、シャキッとしなさいよ。あれ、板前さんか。腹ペコのお客が待ってるよ。いいとこ見せてちょうだい。腹ペコのお客？お、あ、なんだなんだなんだ？町の人？あ、応援する人だ。だこれ。青木さんも学生さんも遅いな、来るのが。とのことです。ちょっとはサービスしますかね。かっこいいね。いいな、青木イベントな。一応認識はされてんだね、ジムリーダーってね。ジムリーダー誰だっけみたいな言われてたけど、知ってる人は知ってる感じなんだろうな。で、やっぱ使ってきましたね、テラスタルね。あー、ノーマルテラスかっこいいよね。ツバメ返し、なんだそりゃ。あ、でもそうなんです、そうなんです。化けろかわ首の骨が折れてるように見える。影分身。そうね、そうね。一旦目は必ずなんかこういう、ちょっと使っときたい技が使えますもんね、ハンニバルはね。うん、技はあれだったね、やっぱ飛行技だよね、ツバメ返しってね。ノーマル技は打ってこねえから、これ効かないもんねゴーストダイは効かないからな。燃えさせる必要なかったな。もう一回影分身とかやる。向こうの方が絶対早いんだもんね。お、よっしゃ、先生の爪よ。2回影分身。ハンニバルいいんじゃないの。これでツバメ返しかな。ツバメ返しだね。あー、当たる。うわ、あ、でもまあまあ耐えるな。まあまあ耐えるから、マネっこしまくる。モノマネもあれだもんね。モノマネはそのターンでは多分出せないんだよね、技はね。うん、マネっこかな。いやー、避けられないなー。避けてほしいんだけどなー。避けてるうちにマネっこでこっちの方が削るっていうね。ツバメ返し。うわー、マジか。そうですかー、そうですかー。いやー、まあちょっとこれしかないな。うわ、マジ避けられないなー、ハンニバルー。いや、これだったらあれだね、相手の能力を下げる系の技をね、使ってあげた方が後に回せたなぁ。いや、ちょっと一回やさぐれオーエル行きますか。やさぐれオーエルも影分身使いたいんだけどなぁ。どうかなぁ。あ、でも影分身はもう諦めて騎士改正にかけるか。岩なだれは別にあれだもんね、効果抜群にならないもんね。改正、うん、カウンター的な感じで起死回生いってみよう。お、社会人お得意の技出してもよろしいでしょうか。それはあれか、ノーマル技か。あ、から元気社会人お得意。うわー、よしよしよし、耐えるね耐えるね。起死回生どうだ。あーあー、でももう一回耐えるもんね。あー、影分身でもよかったかな、さっき。
でもあんま避けないもんね。いや、起死回生連発でいくか。うん、起死回生から元気打ってくる。から元気から元気あんま良くないけどね。おお、しよしよしよし、ここで起死回生よ。どうだ、よっしゃ。あー、先手取れる技、電光石火とかあればな。電光石火があればな。ただまだ勝ちの目ないわけじゃないんだよね。テラスサル、やさぐれオイル、岩テラス。いい感じだな、岩テラス。おー、で相手のから元気が来るけどよっしゃー、よっしゃー。気合いの鉢巻きをで使うのは起死回生だけどね。やったやったー。すごい、なんか豚ポポンといい発動してくれたな。イエーイ、鑑賞よ。宇賀神先生に頼らなくて済んだね、今回ね。いっぱい食わされました。うん、アキさん、ちょっとよく見るとさ、あれだよね、シャツがね、真っ白じゃないんですよね。ちょっとグレー系っていうか、おしゃれに振り切ってるっていうか、営業の人はあんまり着ないワイシャツ着てんだよな。その辺があれなのかな。トップにはなれない。あっ、あっ、そう、危ねえ、危ねえ、危ねえ。そうだよね。これ毎回見ることになるんだ。これ毎回見るんだろうな、多分。一応あるんだけどね。進化止めの、石みたいな、持たせてると進化しなくなるやつ。ただそんなん持たせる余裕ねえから。今後定期的に見ることになるだろうな。なんか謎の空間にまた行ってたね。ロボビルゴが進化した時もロボビルゴ空間に行ってたけど、ブタポポン空間に行ってましたね。はあ、なみなみならぬ強さですね。思わず無表情になりました。自分の負けなのでバッジを渡すのですが、お、戦ったら腹減りました。よければ一緒にどうです。わーおにぎりの山。めっちゃ食いますね、青木さん。食いしん坊なんだね。いや、こう見るとめちゃめちゃグレーだな、ワイシャツ。あのワイシャツは営業はどうだろうな。いや、俺はそんなに気にしないんだけど、自分の会社の営業の人があの感じのシャツ着てたらちょっと嫌だかな。って思っちゃうな。まあ、こだわりがあるんでしょうね。服にもね。ジムバッジが5つあれば、レベル45までのポケモンは捕まえやすいということも聞きます。ああ、会計、あ、ごちそうさまです。一緒に会計してくれたのかな。ごちそうさまです。あなたのような元気な子には必要なさそうですが、こちらもどうぞ。あ、まずは、あ、から元気だ、やった。から元気強いのかな。そんなに強くなさそうだけどな。どういう効果なんだろう。あ、自分が毒麻痺やけど状態の時、あ、そういうやつ、相手に繰り出すと技の威力2倍になるんだ。そっか。じゃあもし毒菱が効いてて毒状態だったらちょっと危なかったかもね。やさぐれオイルもやられていたかもしれん。ここの料理は味があってうまいんです。食事のお代はいりませんよ。これでも大人ですので。それでは失礼。おごってくれたんだ。青木さんもなんかキャラ立ってんね、すごいね。ハイダイさんに並ぶ。あ、おもだかさんだ。おもだかさんで、で思い出した、ネモ来るかな、こっから連戦かね。ガンスとか手持ちに入れるタイミングあるかな。ジムリーダーに勝利おめでとうございます。あ、チリさんから、チリからユニークなトレーナーがいらっしゃるとお聞きしていました。まあそうだろうね。パルデアで一番俺のユニークさを知ってる NPC はチリさんだからね。なんせ顔合わせてる回数も多いですから。やはりあなたでしたか。ネモより多いんじゃないか。チェリーさんと会ってる方がね。大高さんはまだ2回目ですけどね。
職員室で会って以来だよね。先ほどの試合拝見しましたが、とてもファンタスティックな実力の持ち主です。その調子でチャンピオンランクへと駒を進められましたら、近い将来ぜひともあなたをポケモンリーグへとスカウトさせ、あー来たー来たわー、ここかー、稲葉は戦うポケモン決めたよー。もう桃高さんがいるときはあれだね、でももう一緒に来るね。なんかジムの勝負も見てた、また強くなっちゃって。チャンピオンね、もうお久しぶりですね。まあ一緒に会ったけどな、職員室で。え、なんでトップは稲葉と一緒に。トップがまあ四天王のリーダー格なのかな。トップってすごい人。トップってトップとチャンピオンの関係性がわからん。あれ、ちゃんと説明してなかったっけ。この人はね、みんなが憧れるチャンピオンラン、あ、チャンピオンランクのさらに頂点か、トップチャンピオンの大高さんなんだよ。いい顔だな。ポケモンリーグ委員長と兼務でやらせていただいてます。ポケモンリーグ委員長か。じゃあ青木さんの雇用主の雇用主ではないのかな、まあ、上の方だよねきっと。ジムの視察できないほど忙しいんじゃなかったでしたっけ。こちら別件、この度は有望な人材を、ヘッドハンティング、あ、ヘッドハンティングですか、ヘッドハンティングに参りましたので。え、稲葉はもう有名人なの。ちょっとね、いいバトルしちゃったからね、今回は良かったね。なんじゃん戦に並ぶんじゃないか。稲葉は私が最初に目をつけたんですから。なんじゃん戦は超えられないかな。でもどうだろうね。トップでも横取りダメです取り合うな、みんな大人気ですね。そうなんです。そうだ稲葉は、約束のポケモン勝負しよう。ちょっと今あの回復したいし、手持ちも変えていいですか。早く早くバトルコートへ向かうよ。え、マジで行く。お待ちください。あ、常識人止めて。え、何ですか、その試合。いや、そうじゃねえそうじゃねえんだ、違う、そうじゃない。その試合私もぜひ見学させていただきたく思いまして。それはいいけどさ、あはは、私は全然いいですよ。稲葉もいいよねちょっと回復していい、ちょっと回復していい、そんなに緊張なさらずとも私はいないものと思っていただければ。わあ、ゆっくりと歩き出したな。それでは参りましょう。え、マジ回復ぐらいはさせてくれるかな、手持ちの入れ替えはなかったとしても。稲葉にもっかい説明。いろんなジムを巡ってバッジを集めていくと、ポケモントレーナーの最高峰に挑戦することができるんだ。まあその説明はね、実はポケモンリーグの門番の人に何回も何回もされてるの。8個集めるんでしょ。ポケモンリーグですね。うん、テーブルシティの北西に位置しております。ポケモンリーグ最強の称号、チャンピオンランクのトレーナーが新たに生まれる場所。ジムバッジを8つ手に入れたらテストを受けることができ、いや、でも知らないと思うけど、8個手に入れてなくても受けられんのよ。それは受けられんのよ。受けてんのよ、結構。最強の試験官と戦って勝てばチャンピオンになれるんだよ。八作先生でしょ？八作先生、チェリーさん。トップは最後かね？どうなんだろうな。まあまあ、まだ全部四天王は見れてないと思うな。その時の気持ちになって今からイメージ。トレーニング、イメージトレーニング、最高の舞台目指していざ勝負。あら、お待ちください、稲葉さんの、あ、そうなんですさすが、さすがトップ。稲葉さんのポケモンは少しお疲れのようです。回復してやろう。それだけか、ごめん、早くやりたくて配慮足りてなかったです。できれば手持ちも入れ替えさせてほしい。トップのおかげで準備万端だね。気を取り直して稲葉は、ガンスガンスなしか。今回も実りのある勝負にしよう。ガンスガンスなしか。そうだな、バトルコートないんだよね、この街ね。ここでいいんだ。ここでいいんだ。わー、始まっちゃったよ。そうですか。ポケモントレーナーのネモが勝負を仕掛けてきた。何体だ？最後に戦った時3体ぐらいだったっけ？ジャクソンでしょ。おっ！あー、そうきますか。ルガ、あ、そっか、岩んこ使ってたかもね。岩タイプか。
トップの前だからって緊張しないでリラックスだよ。なるほど、お互いルガルガン使いか。で4体っすね、4体っすね。パモットとニャローテ、あと1体なんか新しいのが増えてるんだろうな。まあ毒ビシかな、まずはね。毒ビシ巻きたいね。噛みつくか、ひるむな、ひるむな、頼む。コツコツネットナイス。あーくそマジムカつくわ、マジムカつく。先手も取れないしね。頼む、毒ビシ巻いてくれ。噛みつくね。コツコツネットいいよ。仕事してるな。よしよしよ、一回は使えたね。一回は使えた。自己再生、さっき自己再生の方が良かったかな。ひるむ可能性考えると厳しいよね。持久戦も厳しいもんな、高校だと。それ、ウガジン先生言っとくか。やろうてと、パモット相手だと、宇賀神先生部が悪いから、ここぐらい、あ、電光石火ね、やるね。やるね。そうだよね。あと一発だったもんね。まあ、ダイビングかな。あ、先手取れない。お、うわ、マジで一発、岩技か。早いんだけどな、宇賀神、結構。マジか。え、あ、これ結構しんどいんじゃないか。青木戦より全然しんどい気がする。ちょっとやさぐれで 2,3 体抜かないと厳しい。宇賀神先生がやられたのマジでマジで厳しい。影分身かな。噛みつく。うわ、向こうの方が先手取るか。スピード的にはね、確かに向こうの携帯の方が見た目的にもありそうだけど。ちょっと影分身3回ぐらいやろう。本気でいくわ。うわ。うわ、もう。ちょっと、勘弁してよ、マジ。噛みつくね。本当に言ってんの？いや、もう起死回生しかないよね、こっからね。おいおいおい、頼むよ。頼む頼む頼む。あー、もう。やだよ。ひるみマジやだな。いいのもらっちゃった。技の威力も冴えてる。ほんとこっちが使うとさ、ひるまないくせにさ、全然。勘弁してくれよ。ひるみ、ひるみがな、弱点な。ルメラか、ルメラね。俺も使いたいと思ってたのに。ルメリ知らずね。ルメリ知らずドラゴンだよね。ドラゴンだけか。ドラゴンってだいぶなんかいろんな技を半減しちゃうんだよね。格闘は効く？どうかな、どうだっけ。いや、ちょっと一回影分身やってるから。ルメラはそんなに素早くないと思う。一応ね、一回ね、毒がね、いくから。起死回生かな。起死回生。よっしゃ、先手は取れる。おら、よしよし。やさぐれさん、やさぐれさんかっこいい。パモット、パモットまではやさぐれで行きたいけど、早いな。パモット早いな。先手取れるか、もしくは避けるか。避けを狙うしかないけど。影分身な、あと2回ぐらいはな。毒ビシもあんま意味ないもんね。起死回生。よし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 よっしゃ。うん、仕返せ。オッケー。強くない、起死回生。ああ、これはいけるな。マスカーニャにはちょっと厳しいと思うから、やさぐれは。ここで交代だね。ブタポポン、ブタポポン、あれだね、黒いヘドロ戻ってきてるね。そのバトルだけなんだね、入れ替えるのはね。トリックやる？トリックやるか。行っておいで、ブタポポン。黒いヘドロをなんとか渡したい。
あははトップ見てますか、私追い込まれてるでしょ追い込まれてるのはこっちじゃ。あ、そっか、マスカーニャ、そっかそっか、進化してるね、最終形態だこれが。うん、人心の毒が。まあこのね姿はね知ってたんだよね、こうなるっていうのはね。ポケスリでもねもう実装されましたしね、トリックちょっとヘドロ渡して帰りてえな。ブタポポンはテラスタルするなら今、トップの目も輝かせちゃう。テラスタルは草タイプだよね。あのガンスガンスがゴーストついたのと同様にマスカーニャになると悪だっけ、悪つくんだけど、これで草タイプ単体になったな。ポケスリはもうマスカーニャまでね育てたからね行くよ、とっておき、しっかり耐えてみせてよね。耐えれるよな、ブタポポン。一発だったら。トリックフラワー、なんか強そう、なんか強そう、なんかちょっと泣きそう。あ、なに、かっこいい、かっこいい、なに、あ、うっ、あーってこと、ダメか。いや、でも頑張ったからね、青木戦でね。そっかー、さすがに耐えられないかー。ドロー渡したかった。ボロボロすぎる。ふわふわくんで、ふわふわくんで行くしかねえ、もう。ふわふわくん、どう思います自爆かな、やっぱ。ただね、ちょっとね、もう一つやりたいのがたたり目。この状態異常の相手に大きなダメージをだから、今ね、毒になってるから、これは結構ありなんじゃないかな。悪タイプはゴースト技あんま効かないんだけど、今ね、悪タイプじゃないから、ふわふわくんはね、HP めちゃめちゃあるから、一発ではやられないと思うんだよね。一回たたり目、一回たたり目やろう。トリックラー来る。耐えろ。150あるんだよ、HP。耐えて。よし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 。効果今一つか。あ、そうなんだっけ、そうなんだっけ。たたり目どう？お、いいんじゃないの、いいんじゃないの。これは、あれだね。普通にいけるね。自爆の必要はないな。せっかくだから、使ってこう。テラスタル！ま、飛行テラスなんだけどね。似合うな。バルーンに4つバルーンがついて、浮力120倍よ。トリックフラワー！これはまあ耐えられるでしょう。すげえ似合うね。おっ！え？急所に当たりやすいんか。え、普通に一残し普通に一残しか。あぶねえ！あぶねえよ、なんとか勝ったよ。いやー、大激戦大。ガンスガンスがいればね、ここまでの苦戦はしなかったんだろうけどね。いや、連戦の可能性あるよとか言いつつ、本当に連戦になるとは思ってなかったんだよな。稲葉のこともっと注目されちゃうね。もうこれ以上の注目はいいわ。いいです、もう。ほっといてください。はぁ、疲れた。あはは、そっか、そっか。あれ、これ、瀕死になっててもそうなんだ。これは怒るんだ。すいません。トップが、こっちに目線くれんな。ビビビビビ。いやー、すいませんね。俺、イベントバトルの度にやらないといけないんですよ。多分そうだよね。レベル上がるとね。いやー、日が暮れたね。チャンピオンネモ相手にここまでの戦いぶり。見事な試合楽しませていただきました。いやー、宇賀神先生やられた時は、あ、これはやばいなって思ったよ、マジで。トップさえ認めるポテンシャルすごすぎ。私もうかうかしてられないよ。やさぐれ OL よかったね。騎士改正様々だったな。初めて会った時からなんとなく分かっていたけど、稲葉場なら絶対チャンピオンランクになる。残りのジムも絶対大丈夫だから。チャンピオンランクの人は何人ぐらいいるんだろうね。チリさんとか八作先生はチャンピオンランクにはなってないのかな。わからんね、その辺。私もそう思います。未来への投資として。こちらを受け取ってください。お、なんかくれんの？
桃高さんがくれるんだ。テラバースト、何それ、何それ、強そう、絶対強い、テラだしバーストだし。あ、テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。あー、テラスタイプ使ってるとき専用技ってこと、攻撃と特攻比べて高い方でダメージ、いいじゃんか。へー、ノーマル属性じゃなくてもうなんか属性自体が変わる感じなのかな。テラスタル状態で放てばテラスタイプに応じて技のタイプも変化する。すごい、誰でも使えるめちゃ強い技っていう感じですかね、テラバーストね。豚ポポに覚えさせるか。稲ママとならいずれ最高の勝負ができる。私ももっともっと頑張るね。でも、走ってた。友情、応援。それとも期待でしょうか。いえ、きっと彼女は確信しているのでしょうね。先ほどのジムまでお送りいたしますね。はぁ。なんとか勝てたな。うん。風間シムもらったしなぁ。あ、みんな回復してる。そうなんだ。桃高さんが回復してくれたのかな。いや、みんな頑張ったなぁ。頑張ったよ。ちょっと一心をもう少しね。なんか毒ビジ打って死んじゃうキャラになってるからなぁ。これ出ても何も起こんないっしょ?うん。ああ、授業の続きね。授業も増えましたね。イベントはなしだ。月が綺麗だな。一回セーブしよう。